皆さんこんにちは、しむたです。今回はアホ毛をきれいに直すアイテムを紹介したいと思います。このアホ毛の悩みをですね、実際に動画へのコメントで悩んでますって言われたりとか、実際にお客様から聞いたりしたことがありまして、これは他にもっとたくさんの人が悩んでることなんじゃないかなと今回思ったので動画を作ってみました。ちなみにある調査アンケートでは10代から40代の女性の方の、半数以上の方がアホ毛で悩んでいるというふうに回答をしているそうなんですね。なのでほとんどの女性の方が、過去に悩んだことがあるか、今現在も悩んでいるかっていう感じだと思います。やっぱりアホ毛がこうピンピン出ているとなんか見た目がこうだらしなく見えてしまったりとか、疲れて見えてしまったりとか、結構こう見た目の印象っていうところで大きく関わってきますよね。で、皆さんはそんな時、こうアホ毛がピンピン出ている時どういうふうに対処されますか？多分自分なりに考えてワックスをこうつけたりとか、水でこう濡らしたりとかしている方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、実はそのワックスとか水でやるやり方っていうのはあんまり良くないんですね。なので、その理由っていうのもまた最後に話をしていこうかなと思ってるんですけれども、今回は先にちょっとその商品を、ね、紹介したいなと思うんですけれども、そのアイテムっていうのがこちらになります。ミルボンから出ているポイントケアスティックという、アイテムになります。こういう縦長の容器に入っていて、開けると、こんな感じのマスカラみたいな感じになってるんですね。で、これをアホ毛がこうピンピン出ているところにささっと塗るだけで綺麗に簡単に直せるっていうアイテムになります。で、これのおすすめしたいポイントっていうのが3つあるんで、それを順番に解説していきたいと思います。まず1つ目はこの形状ですね。この形の使いやすさっていうところにあると思うんですけど、こういうマスカラみたいなタイプなので、こうやってこう手に持ってもう気になるところにささっと塗るだけでいいので、全然こう手も汚さないで済むし、すごく塗りやすいっていうところがまずいいところかなと思います。で、あとこのブラシの部分が幅がこう長い、広いっていうんですかね、長いというか、なので1回で塗れる面積も広いんですよね。なので、細かく塗らなくても一気にある程度こうサッと塗っていけるので、そのあたりもすごく便利なポイントかなと思います。で、あとはこのブラシのこの繊維がすごくこう柔らかいんですね。なので塗った時に髪をこう引っ掛けて引っ張らないっていうところがあるので、こう引っ張っちゃったらこう何の意味もねないかなと、それで出てきたらどうしようもないかなと思うんですけど、そういう心配も、ないかなと思います。はい。で、2つ目はこれに使用されている成分ですね、その中の成分でトレハロースジェルっていうのが入ってるんですけど、要はこうケア成分ですね、毛髪保護成分になるんですけど、ものすごくこう薄い軽いオイルって思ってもらったらいいかなと思います。なので全然こうベタついたりとかすることも、全くありませんし、なおかつそれでこう収まりも綺麗にこう良くしてくれるっていう、すごいねいい成分が入ってます。そしてこのトレハロースジェルっていうのがぬるま湯でも簡単に落とせるぐらいなので、こうシャンプーでも全く問題ないぐらい、簡単にささっと落とせるので、そのあたりもすごいいいところかなと思います。はい。で、最後3つ目がこれの見た目とこうサイズ感っていうところですね。これだけこう見た目がこう可愛らしいというか、すごく小さいので、普段持っているバッグの中にさっとこう入れておけるのもいいポイントかなと思います。で、普通にメイク道具とかと一緒に入ってても全くおかしくないかなと思うので、そういう、 こう持ち運びでのこう便利さっていうのもね、すごいいいところなんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じになります。で、使い方っていうところで特に注意することって、ほぼほぼないんですけど、塗るときにこうあんまりこう押さえつけすぎなくてもいいかなっていう感じですね。ちょっと実際にウィッグを用意したんですけど、こういうウィッグがあったとして、ちょっと極端にボサボサっとさせましょうか。アホ毛って言ったらもっとこう短い毛のことだと思うんですけど、すいません、今回ちょっとウィッグなのでこんな感じですね。ちょっと長い毛がファーッと出てるような感じにしてるんですけど、これで例えば気になるところがあったとしたら、こうやって自分から塗るとこういう感じか、前から、こうやって気になるところにこうやってつけていくと。で、あんまりこうギュッと強く押さえなくていいかなと思いますね。ちょっとブラシが少しこう浮いてるぐらいの感じでも全く問題ないかなと思います。はい。こんな感じで気になるところに塗っていくと。今結構こう派手に僕がバサバサっとしたんで何度も塗ってますけど、ほんと数本だったらかなり簡単に、もう1、2回やるだけですぐ収まるぐらいかなと思いますね。はい。
こんな感じです。で、この動画で伝わるかわからないんですけど、今ちょっと塗ったばっかりなので少しこうツヤっぽくなってるというか、ちょっとテカってるかなっていう感じがあるんですけど、まあ、全然もうこれ乾くともうサラサラになって何もつけてないような感じになるので、まあ、そのあたりのこうつけた後の感じっていうのも、全く問題ないかなと思います。はい、まあいい点ばっかり言っててもあれなので、まあ、ここはっていうところを、言っとこうかなと思うんですけど、さすがにですね、これを朝つけて丸一日持たせるっていうことは難しいです。やっぱりどうしても途中でこう出てくることもあるかもしれないんで、まあ、そのためにこう持ち運びができるっていうところはいいと思うんですね。なので、まあ、丸一日持たせるのはさすがに難しいので、気になった時にまたこうやってあげる、メイク直しの時にとかでもいいんですけど、まあ、気になった時に、もう一回またやってあげるっていう風な感じで、持っておく方がいいと思います。あとはこう香りに好き嫌いがあるかもしれないですね。僕はそんなに感じないんですけど、何の匂いっていうのが特に書いてなかったのでちょっと説明がしにくいんですけど、まあ、少しツンとした感じがあるような感じはしますかね。うん、まあでも塗ってちょっと時間が経ったらもう香りとかもうほぼほぼないので、まあ、別にこう香りがつけてあるようなものじゃないんでですね、なのでもうほぼほぼそれは塗ってなくなるかなと思うんですけど、まあそれでも気になるっていう人はちょっと、まあでもつけて5分ぐらい経てばもう乾いて全く気にならないぐらいのレベルになると思うので、まあそこはそこまで心配しなくてもいいかなと思います。まあ気になる点はこれぐらいですね。といってもそこまでこう気にするレベルっていうほどのことでもないと思うので、正直そんなに悪い点はないかなっていうふうには思います。まあ、これをこう面倒くさいと思ってしまう方にはちょっと使えないアイテムだと思うんですけど、まあ、そういうこう一手間ぐらいだったら全然大丈夫っていう方にはね、すごくおすすめかなと思います。はい、まあ、こんな感じで、アホ毛をきれいに直せるすごいいいアイテムの紹介だったんですけれども、最初に言ったワックスとか水でやるやり方がダメな理由っていうのも最後にお伝えしておこうかなと思うんですけど、ワックスでこれをやるとですね、根元ですよね、かなり地肌に近いというか根元の髪なので、こうつけるとやっぱこうワックスのベタつきっていうのがどうしても出てしまうんですね。なので、まあ、ほんとごく少量とかならいいかもしれないんですけど、塗る量とか間違えちゃったりすると結構ね、見た目がベタっとなってしまうんで、はい、まあ、そこは良くないかなと思います。なのであんまりおすすめはできないですね。はい、でスプレーもガチガチになりすぎることがあるんであんまりおすすめできないです。で水でやるやり方なんですけど、これはもっとおすすめできないやり方なんですね。でなんでかっていうと、まあ、水でこう濡らして綺麗に手にこう水をつけて濡らすとその時はいいんですよ。塗ってすぐってあ綺麗に収まったって思うかもしれないんですけど、それが乾くとどうなるかっていうところなんですね。乾くと結局それが自然乾燥してる状態になってしまうんで、まあ、癖がある人とか自然乾燥したらモワモワってなるじゃないですか。まあ、それと同じなんですね。なので水で濡らして時間が経ったら結局モワモワモワって出てきちゃうんですね。なので自分で綺麗に乾かした状態よりもさらにひどくなる場合があります。これはもうもっとおすすめできないやり方なので、そこは注意しておいてください。はい、ということで、アホ毛が気になる方に、おすすめのアイテムのご紹介でした。ミルボンのポイントケアスティックというものです。よかったら、まあ、調べて使ってみてください。はい、皆さんのお役に立てれば僕はすごく嬉しいです。という感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います。僕のチャンネルではこういった感じで皆さんの髪が綺麗になるために役に立つ情報っていうのを発信しております。カットの動画だったり巻き方の動画とか、そういったものも載せております。なのでぜひチャンネル登録をしていただいて綺麗な髪で毎日を過ごしてもらえたらと思っております。よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。